新スポット情報。はい、ベトナムスギマスギンダルビッシュ新スウケイです。さあ本日はビンズンに来ております。なぜかって日本からニトリさんが来た、来たよ。初ですよ、来ましたよ。なんか、ああ日本で見る看板よりああ明るく見えるもう神々しく感じてね。お値段以上ニトリ、ニトリ上パートやってるから私いや、それがねここで購入できるっていうことで、本日の企画はですね、ベトナムニトリのスタッフがおすすめするニトリ商品5000。ニトリの北垣さんお願いします。ニトリの北垣です、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやもういよいよオープンされましたね。そうですね。 いつですかこれ。2023年の12月28日にオープンしました。まさによ、まさに真の最新情報ですよこれは。どうですかニトリさん、オープンして反響というか。そうですね、はい、まあ、たくさんのお客さんに来ていただいているので、はいはい、まだ1号店しかないので、はい、ここからたくさんですねお客さん来てもらいたいなと思ってます。いや知ってほしいですよね、ベトナムの方もそうですし日本の方も、はい、いや本日はその5つ紹介していただくんです。5つに絞れました。もう多分たくさんありすぎて、そうですね、絞るの大変だと思うんですけど、とても大変だったですね、はい、なんとか絞りましたなんとか絞りました。中行って紹介していただきましょう。お願いします。はい、お願いします。はい、まずじゃあ一つ目は何でしょうか。はい、最初にご紹介したいのはこの N クールシリーズといって、はい、まあ、日本でも大人気で、はい、他の国でも人気なんですけど、はい、まあ、冷たく感じるような繊維でできてまして、はい、ベトナムもとっても暑いと思うんですけど、はい、まあ、これ敷いて寝たりするととてもひんやり冷たく感じられるっていう商品ですね。いや本当にホーチミン市特にね暑い、はい、ずっと夏なので、はい、こういうのありがたいっすわ。これ3シリーズあって、はい、まあ、これが普通の N クールと、はい、まあ、さらに冷たいスーパーというと、はい、まあ、さらに冷たくて持続するこうダブルスーパーっていうのが3シリーズがあります。スーパーサイヤ人ですよ2、3ですよ。かなり涼しく過ごせてもらえると思いますね。ですね、はい、こう裏もこれは使えるんですか。このそうです、これ裏も使えるリバーシブルになっていて、はい、こちらは冷たくて、はい、こっち側は肌触りのいい素材になっているので、どっちも気分に合わせて使ってもらえますね、はい、これ毛布とか、はい、敷のカバーとか枕カバーとかペットが使えるようなマットとか、はいはいはい、いろんなものもありますので、はい、これとかだとペットがお昼寝したりするときに使えるような、もう涼しいと、はい、そうです、はい、もう探さなくていいよ車の下とかさ猫とかどうしても冷たいとこ探したくて車の下探すんです。ここでいいんだもん。動物にも優しいという、はい、あとはもうこういう敷きパッドですね、下に敷くマットとか枕のカバーとかもあるので、はい、これだからエアコンとかもそんなに使わなくて済むわけじゃないですか。だから電気代とかも抑えられるっていうね。確かにね。そうで地球にも優しいって。あらいいね。そうですよ。そこまで考えてるから。いやお前じゃないか。何で一番ドヤ顔できる。もう本当黒で合わせてきてるからニトリさんとニトリさんと合わせてきてる。はい、でもこの寝具の枕もおすすめという。はい、そうですね、はい。これもすごく人気の商品で、はい、冷たい素材でできているプラスもちもちでですね、すごい柔らかくて、はい、肌触りがいいです。僕最初チモチモって読んでたチモチモって読んでたチモチモバブルの時電話の出たいやこれも柔らか柔らか。いやでもそこは忖度なく、うん、ちょっと本当のこと言ってほしい。柔らか忖度なくですよね。いやありがとうございます。北垣さんマジで。これもだから すごい涼しいってことですもんね。そうです。冷たく感じるという、はい、でここも寝具の続きの部分ですね、枕。はい、はい、そうです。枕もまあ、いろんなこう機能といろんな寝方によってそれに合うような枕の用意がありますので、自分のこう寝方横向きとか、はい、好きなものに合わせて枕の形も選んでもらえます。いやこれすごっ。これだってさ、でこっち右向き左向きみたいなこともってことですよね。これはそうですね、これだと横向きで気持ちよく寝てもらえるような。めちゃめちゃすごないこれ。これでこれも OK で逆も。あそうですね、逆向きでもパポってはまるってこと。すげえ、めっちゃすごっ。
初めて見たこんなの。こちらの枕も、はい、北脇さん、これはあの肩とか首が痛い方いらっしゃると思うんですけど、はい、肩と首まで一緒に支える枕になってますね。へえ、はい、本当だ、はい、よかったらぜひ試していただいて、はい、てかベッドも柔らかい気持ちいいあ、なるほどね、うわすごいね、はい、圧力がない、このすごいさ、ここに空間があると肩が押さえつけ、こう下に沈む圧力かかってくるやん、地球の重力、はい、地球の重力、さよならさよならしてる俺、地球力はかかってると思うけどさよならできてる、マジで全部支えられてるけん、そうだね、ここが密着してるからね、この肩と枕が、すげえこれ、まあ、ちなみにあの僕実家これ使ってます、ありがとうございます使っとんかい、でここ枕めっちゃありますね、種類が多い、はい、あの用途に合わせていろいろ使ってもらえるように、はい、例えば、はい、高さが調節できたりとか、首を支える枕とか、はい、いろんなあの種類の用意があります。なるほど、いやこれは多いわ、どんなタイプの方でもねここで購入できるという、はい、キリンも OK ですか。キリンも OK です。キリンも OK です。キリンも OK な。キリンも OK です。キリンってどこまでが使うの？どんな方でも OK だから。はい、どんな方でも。はい。ということで、この第一戦目が、シングですね。そうですね。シングがおすすめで。はい。はあ、いや、確かにベトナムの暑い中で、ひんやりだったりね、その枕だったり、そういうのって大事ですもんね。はい。そして2つ目は何でしょうか。はい、2つ目はこの珪藻土マットですね。あ、これね、これ日本ではまあ流通してるというか僕使ったことあるんですけど、ベトナムじゃなかなか見ないよねこれね。そうですね、はい、はい、まあ、これいいんだよな。お風呂場どうしても、はい、お風呂上がった後シャワー上がった後ベチャベチャになっちゃうので、はい、まあ、これがあればあのすぐ乾きますので。本当ですか、すぐ乾きます。はい、ぜひぜひこれ試していただいて。本当かな行きますよ、水乾いてるもう乾いてる。早っ、これもうすぐ乾きますので、はい、本当気持ちよくシャワー使っていただけると思いますですね。これだからこう立ててたら、はい、まあね、置いとくよりは乾きやすいところですもんね。そうですね、はい、はあ、いやいいわ。実はこれのソフトバージョンが出まして、はい、これはですね、はい、さっきと同じようにすぐ乾くんですけど、はい、まあ、こうやってこう丸めたりとか、はい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 、したくなったりとか、はい、もし用途に合わせてカットしたりなんかもできるので、はい、すごく便利。いやこれ場所取らないっすね。はい、はあ、いいわこれ。僕めっちゃ売れると思うベトナムで。いやだから今もう売れてんのよ、もう売れてんのよいやこれ俺らこれ紹介します。いやほら俺らがさ行くような、まあ、マッサージのお店とかも、うん、もっとあってええやん、こんなんめちゃめちゃ便利だもん。サウナとかのところにも置いてていいもん。いやいい、いや、うん、これ本当にいいな。ああこれマジで買いたい、はい、これが2つ目というはいですね。そうです、はい、ありがとうございます。そして3つ目が、はい、何でしょうか。これがあの冷蔵庫の中を整理できる整理トレーになってまして、すごく人気の商品です。これは思いつかないんだけど、あったらマジで便利じゃん。これ整理されますもんね。そうですね、結構冷蔵庫の中って仕切りとかがなくてぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんですけど、これがあればあの好きな組み合わせで整理できます。いやマジでそうなんよ。不意打ち疲れたやられた、今後ろから切られた感じもうほんとバサーやられた卑怯者みたいな、なんかもう晴天の霹靂みたいなことですよもう、はい、もうびっくりした今。すごく便利な商品だと思うですね。ぜひベトナムのお客様にも買ってもらいたいなと思います、はい、売れますはい、推し、はい、推し僕はマジで売れると思うこれ。そしてじゃあ次のとこ行ってみましょう。そして4つ目は何でしょうか。4つ目のおすすめは、はい、チェストベッドですね。はあ、下にあの収納がついてますんで、はい、たくさんのものを入れていただけます。これもマジで僕大好きなんですよ。もう不動産情報見てる方なら分かる、これに驚いてるもんね俺毎回この無駄な空間どうにかせえって言ってこれを作った方、神一石二鳥ですよね。掃除の手間も省ければ、はい、こうやって物を置けるっていう。奥行きもあるのでたくさん物を入れていただけると思います。これすごいですね、はい、ほんと深いし幅もすごいわ。これがまあ向こうもね、はい、開くんですもんね、はい、開けます。
いやいいな、これ全部変えてほしいわ、うちの今の家の。わかる、僕変えてほしい。ベッド人生で2回しか買ったことないんですけど、はい、マジでニトリさんだけです。ありがとうございます。ちょっと2期ともありがとうございます。もう買ってあげてください、北垣さんが。しかも毎回北垣さんが、北垣さん買ってあげてください。買ってくれるの。ほんと僕誕生日だったんで、この前。あ、本当ですか。じゃあ私が、はい、理由はいくらでも使えます。でね、スプリングもいいですよ。もうこのこれもあれですよね、種類という硬さの種類だと、はい、あのたくさん、はい、選べますので、ベッドのね、このね、気持ちよさで寝る時間変わってくる。寝る時間変わりますよね。いや、そうですね、あの睡眠の質が変わるって言われてるので、そうです、絶対、はい、寝る時間、寝る時間とかじゃないです。時間って、え、なんだ時間、寝る時間と合わせて北垣さんが補足してくれたんや、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いていってみましょう、はい、5つ目はと、その前に僕がちょっと気になった商品紹介したいと思います。こちらです、フレグランスですよ。いや、量多いしさ、もうベトナムの方大好きじゃん、この匂い。いや、だこれマジでヒットすると思います、これ。はい、これあの人気実際にあります。人気ある、やっぱり。やったー、やっぱりあるんですね。いろんな種類があって詰め替えとかもできるので、すごく今人気です。はい、何が一番とかあります？一番好まれる匂いみたいな。はい、まあ、ここのシリーズですね、このジョージというシリーズが一番人気になってます。はい、はい、このシリーズですね。はい、じゃああれですね、ベトナム人の彼女だって奥さんがいる方はもうこれをね、ちょっとプレゼントで買っていったりとか、はい、ちょうど女性の日、まあちょっとオンエアがいつかわからないですけど、3月8日がね、はい、女性の日とかだったりするんで、やっぱプレゼントにいいんじゃないですか。しかも今、はい、あのセールでちょっとお安くなってます。本当だ、 20% オフ、ありがてー。3月25日までセールやってますので。3月25日まで、はい、お店の中のセール結構たくさんのものが安くなってますね。あ、いいですね、はい、だからもうぜひね、ビンズの方まで足を運んで買い物にしてください。はい、そして5つ目ははい、大人気なのが、はい、リクライニングソファーです。はぁ、あのこれリクライニング、これ電動になってますので、あの自分の好きな姿勢をキープしてリラックスすることができます。はい、動くんすかこれ。はい、座ってみていただいて、あ、気持ちいいソファです。ここにあのスイッチがありますので、はいはい、これが、はい、これですか、はい、押してみますよ、はい、ハロー、あー、しゃあしゃあ、上がってる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 、あ、で下がってる下がってる、寝れる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 。え、マジで寝れるやん、あのベッドいらんやん。え、でこれ3人用みたいなことですか。はい、はい、で真ん中が、はい、あの開閉できますので、はい、ここにあのジュースを置いたりとか。なるほどね。あの3人座るときはあの椅子にすることもできます。で、こう、まあ、これぐらいでここにポップコーンなのを置いて、はい、まあ、ドリンクを置いたりして、はい、映画見たりとか、はい、家でね。ここに USB ホルダーもついてますんで、欲しい、はい、動画なんかも見ながらですね、できたりします。こういう細かいところ好き。うわ、いいっすね。閉じると、まあ、こういう感じか。はい、うわ、これ広い。うわ、いいっすわ。ちょっと北井さんも座ってもらっていいですか。はい、あ、この感じですよ。せーの。なんか、え、そういうコンビいなかったはい、みたいな。北垣さん、こっちに来ないと。こっちに来ないと。ボケたがるんだから北垣さんが。もうそういう遊びもできるというね。あとは、はい、生地がですね、特殊な生地で作ってまして、はいはい、普通あの乾くてペットとかこう爪とか引っかいたら、まあ、破れちゃったり傷ついちゃったりすると思うんですけど、確かに、はい、これあの傷に強い素材になっているので、はい、あのちょっと引っかいたりして、うんうんうん、はい、全然傷がつかないような。猫とかの爪でもね、大丈夫だという。こっちだとね、ほら、傷ついちゃう。そう、でもこれ全然、もっとガリガリやっていいんだ。いや、ガリガリやってるよ。ガリガリやってんのよ。やってる、めちゃくちゃ強くやってんのよ。ほんと、
いやこれね正直あの物件紹介とかの時にね、まあ入った時にソファーがあんま綺麗じゃないなって感じることもあるじゃん。だからオーナーさんとかマジで買った方がいい、これ。そしたら次のね入ってくる人に喜ばれるソファーじゃん、こういうのって。これなんすか。はい、これも今大人気の商品で、はい、はい、あの電動ソファーになっていて、はい、よ、はい、ければ座ってみていただいて、はいはい、これはですねさらに2モーターになってまして、はい、はい、これか、はい、で好きな位置、自分の好きな位置で、はい、足がこの辺、足もう1個のモーターで、はい、後ろ側の背中側ですね。背中は背中で表せられる、はい、もう好きなところでリラックスをしていただけます。マジで個人個人一人それぞれ、はい、合わせてね、はい、頭も調整できますので、はい、はい、頭が前後にこう、はい、倒れるんで、倒れてますね、こんな感じで。あ、はいはい、なってます。めっちゃフィットしてる。あ、はい、こっから曲がってるんですね、はい、テレビ見るときなんかは前見て、はい、リラックスしたいときは上見たりとか。確かに、はい、あとあの回転しますので、はい、好きな方角に向いていただけます。あ、いいじゃん、はい、めっちゃいいよこれ。いやマジで欲しい。普通2人用のソファーって、はい、大体この200センチぐらい大きさ幅必要になっちゃうんですけど、はい、あのこれだと2台置いても160センチぐらいでいけるので、はい、あのもうそれぞれ好きな、はい、形でリラックスを2人でもして並べてね、コンパクトにできるという、はい、めっちゃいいっすね。最高の5000ですよこれ。というわけでニトリの5000おすすめを見ていきましたが、いかがだったでしょうか。しかも今回1000ストアなるんですよね、はい、ニトリグループが3月で1000店舗を迎えますので、はい、それを記念してセールをやってます。今もうセールやってますんで、もうぜひ来てください。本当この動画を見てる方に何かしらこうプレゼントかなんかいただけないでしょうか。はい、お願いします。はい、動画を見ていただいた方に、はい、こちらのフリーザーバッグを、はい、プレゼントさせていただきたいと思います。嬉しい。いやこんな何個あってもいいですからね。本当にそうなの、ね、うん、本当のやつじゃん。うわ、これは嬉しいよ。これをじゃあお買い上げの方にプレゼントすると。はい、はい、期間は どのぐらいでしょう。そうですね、3月いっぱいまでで、3月いっぱいまでに何かニトリでご購入されたお客様にはこちらのフリーザーバッグダブルジッパーをプレゼントいたしますと。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ダブルイッシュの動画見たよでこちらもらえることにしますんで、ダブルイッシュの動画見たよ。はい、こっちサイドは何か言うか。そうそうそう、何言う、あの見ながらね、 YouTube 見ながら言ってくれて、そう、練習してくれてるかなと思って、それを言わないとダメですから。はい、購入よろしくお願いします。はい、はい、それでは以上ニトリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者の皆さんもぜひ買い物しに行ってください。また次回お会いしましょう。さよなら。